木道樹道は樹皮が剥がれて木の中が腐るなどして隙間が開きできた洞窟状の空間を言う。主に紅葉樹でできる。大きいものはガランドウとも。様々な動物の隠れ場所やすになる。樹木の幹は表面に樹皮があり、その下に皮層や支部、形成層がある。それより内側の木部の細胞は水を吸い上げた力を支えたりといった働きはになって、 いるが、細胞そのものは、形成層の内側を除けば大部分がすでに死んだ、ものである。太い枝が折れた場合、その断面の表面部分は生きた細胞からなるので、次第に、傷が埋まって再生が行われる。しかし、断面の中央部分はそのままになり、場合によってはそこから菌類などが侵入して分解が、始まる。その結果、太い枝の内部に空洞を生じ、 これが木のホラになるのである。また、非常に太くなる大木の場合、年月が経つと根元の中心部分は時間が経ちすぎて分解が進み、大きなホラとなる場合もある。古木は自ら空洞を作ることで代謝を減らし、それが長寿の秘訣ともなる。だから、ホラがあることは木々の自然なものであり、病気などではないと考えた方が良い。キツツキの場合、 自力で幹に穴を掘ってしまう。彼らは、多くの場合、ほぼ垂直の幹の側面から穴を掘り、下向きに掘り進める。軌道から顔を出す、青柄入り口が狭いものが多く、常に暗く湿っているため、多くの動物が利用する。脊椎動物では、小型で樹上生活をする月始めの哺乳類や、キツツキなどの鳥類が利用する。低層のものは、山根が寝床に使ったり、 リスが食料庫に使う。また、少し大きめであれば、トランフズクが利用することもある。構想のものは、モモンガやキツツキ、フクロウなどが演奏する。昆虫も多くの種でホラを使う。ゴキブリなど、暗所製の昆虫の住みかになったり、カブトムシやクワガタムシ、カマドウマなどの夜行性の昆虫の寝床になったりする。大きいと、オオスズメバチやクロスズメバチやミツバチなどが演奏する。 昆虫は小さいので、ちょっとしたホラでも使うことができる。また、玉虫の幼虫や、カミキリムシの幼虫が木の内部を侵食しそこから、腐ってホラができることもあり、昆虫は、ホラ制作のきっかけを作ることもしているようである。上記の昆虫は、生活の一部に、木のホラを利用するもので、必ずしも必要とするものではない。しかし、完全に木のホラに依存して生活するものもある。 ヤンバルテナガコガネはその例で、成虫が一時的に外に出る以外は、全生活をイタジーの木のホラで過ごす。日本本土では、オーチャイ茶色花ムグりが、杉の大木のホラから発見される。ありがとうございます。